どうもミュートです、お久しぶりの喋、り動画になるんですけども皆さんお元気でお過ごしでしょうか。はい。もうちょっと喋りがねちょっと久しぶりすぎてたどたどしいところがあったら申し訳ないです。すいません。ちょっとね喋り動画出そうかなと思った理由の一つが、最近ちょっと練習動画っていう感じでいろいろ1曲分ぐらい使って踊ってる動画出してるんですけど、で一応その理由についてなんかちょっと話しておきたいなって勝手にちょっと思っちゃって撮ってます。はい。で、その理由なんですけど、結構最近そのダンスの動画とかを、別に誰ってわけじゃないんですけど、他の方とかねいろいろ結構ディグって僕も見て、みんなどんなの出してるんだろうなっていうのを結構まあ参考にねしてこう見てるんですけど、まあそんな中でもなんか僕がこう出したいなって思う動画の一つは、やっぱその練習動画を結構僕は重要視していて、いわゆるそのダンスだったらショーケースが一つあって、じゃあバトルがありますと、で皆さんこのどっちかの動画を多分見ると思うんですよね。でなんかそこのバトルでやべえムーブしたとか、このショーケースめっちゃかっこいいとかあると思うんですけど、僕の中ではこことかの到達する場所よりも到達までの過程がすごい僕は大事だと思っていて、なんで僕は最近バトルの動画上げてなくて、バトルには出てはいるんですけど、そのバトルの時に出たこのクオリティに達するまでのこの過程を皆さんにこうシェアできたらいいかなと思って、まあ僕が別に世界的なダンサーでも何でもないんですけど、何かしらねいい影響が与えられたらなと、そして僕も皆さんからのこうフィードバックで新たな視野がね広がったりとかできればいいかなと思って、あえて1曲分ぐらいマジでちゃんと練習として動画撮って、最近上げ続けてます。はい。そんな感じの理由がちょっとあったんですよ。やっぱ過程をねやっぱ大事にしないと、結構その結果だけをこう見てわーすげーってなって真似してもできないとか難しいとか、多分ダンスしてるとあると思うんですけど、意外とそのイベントの動画しか上がってなかったりとか、その過程の動画がねあんま上がってないなってちょっと個人的にも思っていて、僕も前そうだったんで、なんか最近はちょっと上げるようにしてみました。はい、いかがでしょうか。まあこれがねちょっとできるコメントとか いただけたらいいなって勝手に思ってます。なんかこんな動画見たいですとかってコメントくださるととっても嬉しいです。はい。まあ今回ねちょっと簡単な喋りの動画なんでこんな感じで終わっちゃうんですけど、また何個か出します。でその後にまた喋りの動画も出していこうかなと思ってます。で多分ね僕洋服の動画とかも出すと思います。個人的に好きなんで、いろいろ話をこう YouTube を通じてちょっと長い喋り動画とかも出していけたらいいかなと思ってます。はい。なので今後ともよろしくお願いします。この動画良かったらですねチャンネル登録と、高評価ですねよろしくお願いします。めちゃめちゃモチベーションにつながってます、直結してますのでよろしくお願いします。インスタグラムの方も結構リアルタイムで更新してるので、もしよかったらアカウント持ってる方とかはこっちをフォローしていただけると幸いです。よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。